皆さんおはようございます。中小企業診断士の加藤と申します。しばらくここからですね、SEO 対策2023ということで、いくつか分割してですね、重要なテーマ、実務上重要なテーマをですね、取り上げていきたいというふうに考えております。本日はロングテールキーワードというテーマでお話をさせていただきたいと思います。ウェブマーケティングの世界ではあまり私は知られてないと思いますけども、実は、静岡大学の大学院で AI を研究してました。で、AI の研究から興味を持って、Yahoo とか Google とかのですね、検索エンジンのアルゴリズムに、ですね、興味を持ちまして、SEO 対策という道に入りました。おそらく、1996年、6年、5年ぐらいからも SEO 対策に取り組んでいまして、当時は SEO 対策という言葉がそもそもありませんでした。で、Yahoo から Goo とか InfoSeek、Google ですね。これらの検索エンジンについて攻略法を、考案して、ずっと全国を旅していたという経緯があります。まあ、今のウェブマーケターの方がおそらくお子さんの頃だったかなというふうには覚えてます。で、アクセスログ分析をですね、おそらく日本で初めての論文を書きまして、1997年に中小企業庁の長官賞をいただいております。で、ある百貨店のウェブサイトの立ち上げにも貢献させていただいて、またですね、主として、SEO 技術をですね、製造業の受注拡大に使いました。例としては、磨き屋シンジケートというサイトがありますけども、この事例は中小企業白書に取り上げられております。他にもう一例ほど中小企業白書に取り上げられているわけですね。で、実際に今でもコンサルタントとして現役でして、自社サイトからクライアントを獲得しております。で、まあ、私がどんなホームページを作ってるのかっていうのはこちらの URL からご覧いただければというふうに存じます。さて、今日の目次ですが、SEO 対策とはということで、初心者向けに、お話を順次していきたいと思います。ターゲットとしては、経営者の方をターゲットとしています。で、2番目に、ロングテールキーワードというもの、本日のメインテーマなんですが、ロングテールキーワードについてお話をします。で、3番目に、ペルソナとキーワードということで、ロングテールキーワードを使って、まあ、SEO 対策といって検索上位対策をかけていくんですが、そのターゲティングの対象になるのがペルソナというものですので、それに対応したキーワードについて話をします。そして、コンバージョンですね、成約率を上げるためのサイト構築について少し触れていって、逆に間違ったキーワード設定をしますと、どういう結果が来るのかという話もちょっとしたいと思っております。あと、意外に語られてないことなんですが、SEO 対策のキーワードは季節や時期によって変わるということで、この点についてもちょっと触れていきたいというふうに考えています。なので、どちらかというと SEO 対策の直接的なホームページを触るという話ではなくて、その前段階の戦略的な意味からちょっと触れていきたいというふうに思います。で、SEO とはということで、これがサーチエンジンオプティマイゼーションということです。で、サーチエンジンというのは、まあ、Google とか Yahoo ですね。で、これらの検索エンジンのオプティマイゼーションというのは最適化ということで、検索エンジンに選んでもらえるようなホームページを作りましょうというのが SEO 対策の本来の本質であると思います。で、まあ、ウェブマスターが狙ったキーワードで検索上位を狙う行為。まあ、そういうことに、まあ、なるかなというふうに思います。狙いは、ウェブサイトのアクセスアップということで、まあ、実際にアクセス数がそもそもなければ、受注がないので、まあ、アクセスアップは必要性があるんじゃないかということと、アクセスアップすることによって、こういうホームページがあるよねっていうことが、世間一般に知られるので、認知性が向上しますから、
ブランディング効果があるんじゃないかということ。それと、自分が狙った顧客を引き込みたい。何でもかんでも検索の上位に出るということではなくて、狙った顧客を引き込んで買っていただきたいということが SEO 効果の本来の趣旨ではなかろうかというふうに思います。で、そこでということで、ちょっと略称しましたけど、LTK と書きましたけど、ロングテールキーワードということで、長い尻尾ということになります。で、これは何かということなんですが、もともとですね、検索数が多いキーワードがいいキーワードなんじゃないかと言われてたことがあって、例えばお歳暮というキーワードはいいキーワードだと思いますけども、検索数も多いですね。じゃあ、お歳暮で検索されて入ってきた客が買うのかっていうと、実際にやってみると、百貨店サイトなんかでやってみても買わないんですよ。だから、検索数が多いキーワード、イコールいい、本当にいいキーワードというのはとても言えないということです。だから、コンバージョン率の高いキーワードを選んで、そのキーワードで上位に立てばいいんじゃないっていう考え方がロングテールキーワードの考え方です。で、逆にですね、〇〇屋のお歳暮っていうキーワードがあって、まあ、一例で言うと、高島屋のお歳暮みたいな感じですね。これがミドルキーワードと言います。二つぐらいのキーワードを連結したキーワードで、お歳暮に比べると検索数は少なく、格段に少なくなりますが、これがミドルキーワードです。逆に長い尻尾の右側ですね。〇〇屋お歳暮うちのしとかね。内例とかっていう、言葉が3つぐらいキーワードが並ぶやつ。以前、情報処理学会でちょっと発表したこともあるんですが、検索キーワードの平均のですね、この1つのフレーズに対していくつ言葉が入るのかっていうことで、統計取ってみたんですが、2.85ぐらいでした。で、このような、〇〇屋のお歳暮のうちのしとかっていう形は、検索者の意図がよく現れていることが多いキーワードなんですけど、このようなキーワードがロングテールキーワードということです。検索数はそれほどでもないんですが、そこで、入ってきて買う確率って高いんですね。そこでということで、じゃあどうしたらこのログテールキーワードがつかめるんですかという話になるんですが、その前提がペルソナというものであります。で、ペルソナというのは想定顧客という意味で、もともとパーソナルとかっていうとこから来てると思いますけども、お一人様ということですね。で、例えばっていうことで、一例を挙げると、キャンプ道具を販売するようなウェブサイトがあって、ペルソナを設定するわけですね。で、キャンプ道具買う人って多分男性が多いと思うんですよ。で、そうではなくて、新しいウェブサイトを作って、女性向けでアウトドア初心者でっていうようなターゲッティングをしていって、ウェブサイトを作ったとします。で、その方は東京に住んでらして、私大を卒生、もしくは、私大を卒業した OL の方、で、独身で活動的な方、ということを前提に、例えば、ペルソナを組み立てたとしますね。で、もともとその方は、ネイチャーが好きだったんですけど、ハイキングとか写真とか。で、それが高じてキャンプをするようになったというふうな想定顧客、ペルソナなんですね。で、例えば、メスチンという飯盒を炊飯をする道具がありますけども、仮にメスチンをこのサイトで売るとした場合ということで、メスチン関連のキーワードを探していくと、メスチン炊飯時間とか、メスチン炊飯水の量とか、メスチン炊飯2合とか、1合とか、固形燃料、ガスコンロ、ガスとかっていうキーワードがついてきます。で、これをですね、おおよそざっくり、使用に関連する、メスチンの使用に関連するキーワードと、メスチンの関連商品、ガスコンロとか、私も持ってますけども、固形燃料ではなくて私はガスで炊きますけども、ご飯を炊きますが、
それとか使い方に関連するキーワードということでいきます。そうやっていくと、ウェブサイトの構成をどんな風にしたらいいのかとか、メッセージを、あるいはメッセージを売るためにはどういう情報をお客様に公開すべきなのかということが分かってくるんじゃないかなと思います。で、コンバージョンを上げるためのサイト構築ですが、SEO 対策だけうまくいっても、コンバージョンに失敗するケースがあります。で、自分の経験からいくと、キーワードに導かれてウェブサイトを見て失望するっていうケースがあって、一つはセンスのないデザインっていうことで、色の使いすぎとかってよくありますね。で、内容の薄いホームページ、コンテンツ。あ、これ結構多いですね。内容の薄いコンテンツ。ほとんど薄っぺらな内容にしかない。あるいは、ライターに書かせたな、とかっていう、よく知らない、例えばアウトドアを知らないライターに書かせたな、とかね。一般論しか書いてないとか、ウィキペディアに書いてあることしか書いてないとかっていうようなコンテンツがあります。あと、昔よかったんですが、キーワードと不一致するコンテンツということで、あと、買い物のページが見つけにくい。どこのページをクリックしたら、その商品にたどり着くの？っていうのが結構あります。これは、よくあるケースで、まあ、自作のホームページによく見られるようなケースですね。それと、商品の良し悪しの判断がつけづらいということで、この商品、例えば2つ商品があった場合ですね。半号で1号のケースと5号のケースってありますけど、私なんか一人でソロキャンプをするときは1号、0.5号あればもう十分なので、5号はいらないですよね。で、そういう目安が書かれてないとか、あと、私が実際に消費者として活動するときに販売者の信用度に不安があるようなケースは安くても買いません。また、ペルソナの希望する決済手段がないというケースもよくあるケースですね。これらがですね、SEO 対策に成功して実際にウェブサイトの中に入ってきても購入しないような理由になると思います。あと、知っててほしいのは消費者は一度目の訪問で購入するとは限らないっていうことですね。何回か訪問して意思を決めて、注文をするということ。これは他のサイトと内容を比較しているとか、価格を比較しているとか。あと自分自身の気持ちの整理をしているようなケースもよくあります。実際に午前中に入ってきて午後に購入するっていうケースもかつてあったんですね。で、ペルソナの設定がとても重要で、どの顧客を狙うのか、ということですね。だから関係ない顧客が入ってくると、クレームになるような、良いものを提供してもクレームになるようなケースがあります。実際にYouTube なんかをやっててもそれを感じることがあって、初心者のために良心的と思える内容を入れているんですが、全く勘違いの方が見られて、変なコメントをされるっていうのはよくあります。あと、ペルソナが気持ちよく買い物を買い回りができるような仕組みも必要と思われます。で、間違ったキーワードを、あるいは間違ったペルソナを設定してしまうと、予期しない結果が来るというようなケースがあります。私の昔の関与先で、お茶の販売をしている方がいて、6800円の茶箱の中に羊羹とかいろいろなものを詰め込んで、母の日用に売るという方がいらっしゃったんですね。で、頼まれ事が母の日プレゼント早期割引で検索の1位をどうやったら取れるのかということがコンサルティングのテーマで、実際にその当時の SEO 対策をやらせていただいて、3月中旬に成功して、3月中旬から5月末まで1位を取ってました。この結果、どうなったかというと、ご本人からの報告ですと、
アクセス数は昨年対比で2倍になりましたという報告で、まあ、SEO 対策には成功しているということですね。ただ問題なのは、売上高が昨年と同等だったということで、つまりアクセス数は2倍になっているのに、買い回りの率ですね、コンバージョン率半分に下がってるっていうことなんです。で、これはどうしてなのかということを聞かれましたので、まあ自分の経験上申し上げていくと、だいたい母の日の平均単価2800円ぐらいだよね。1回あたりの買い回りで。で、6800円って高級すぎるというか、かなり高級。だから、母の日プレゼント早期割引っていうのは、ある意味安いものを欲しい人のキーワードで、高いものが欲しい人のキーワードじゃないから、高額商品を販売するためのキーワード設定が必要だよねっていうところで、だったよねっていうところで、コンサルティングが終わりました。で、SEO 対策のキーワードは、季節時期によって変化していきます。で、母の日プレゼントを想定してお話しすると、母の日って5月の16日かなんかだったと思うんですが、おおよそですね、5から3を引くところから始まるんですね。だから5月から3ヶ月引きますと、2月ぐらいから SEO 対策の企画とか、ウェブマーケティングの企画を始める、最低でも始めるべきであって、2月ぐらいから準備して、3月に、まあ、検索の上位に通るということです。で、3月以前は、例えば母の日プレゼントカーネーションとかっていう形のキーワード、一例ですね。で、気づきヒントを与える。もう2月、3月の段階で母の日近いよ、準備いいかなっていうようなキーワードで上位を取っておいて、あ、ここにこんな商品があるんだよね。っていうことで、サイトを見つけてもらうっていうことが重要かなと思います。で、4月5月の初旬っていうのは、母の日プレゼントの本番なので、完全に需要を喚起する必要があるので、例えば母の日プレゼント喜ばれるというようなロングテールキーワードになると。で、それ以降、実は母の日のセールをもうちょっと延長したいよね。そういうふうに思ったら、母の日プレゼント遅れてごめんねっていうキーワードがあって、これは搬送期間を1ヶ月ぐらい長く持たせることができるキーワードです。なので、柔軟に SU 対策のキーワードを、1ヶ月おきぐらいに、変えていくことが、あなたのウェブができるのかっていうこと、その体制になってるのかっていうことが重要なんですよ。で、まとめですが、ロングテールキーワードのヒントとして、ペルソナをまず設定するということが重要なんですが、ペルソナの潜在的ニーズを表しているキーワードがすごくいいということ。それと、先ほどのキーワードを見ていただくとわかりますが、こちらの中で、物自身を指しているキーワード、商品を指しているキーワードって一つもないんですね。で、意外に売れるキーワードでロングテールを構成したいときは、ものよりもことということで、イベント系のキーワードを、中心に考えていくと、ロングテールキーワードが作りやすいのではなかろうか。そのように考える次第でございます。また、SEO 対策の具体策について、次からまた触れていきたいと思います。シリーズものになってますので、するつもりなので、よろしくお願いします。ありがとうございました。